今のは。ここにいたのか。一人でいると危ないぞ。あ、バイスお兄ちゃん。ここね、フィオナがよく遊びに行っていた森に似ているの。とっても気持ちいいでしょ。ああ、そうだな。さっきの歌は、あれはフィオナが？とてもいいお歌でしょ。フィオナの大好きなお歌なの。眠るときよくお母様が聞かせてくれたの。あの歌は。あ、何？フィオナ、
こっちへ来るんだ。あの剣は手を貸すわ。ジェイナスたちはすぐそこよ。フィオナ、下がっているんだ。うん、奴の狙いはフィオナだ。理由はわからないけど、そうみたいね。あなただけなら手を貸すつもりはなかったけど、フィオナちゃんは関係ないから。どういう意味だ？おしゃべりはおしまい。話が終わるまであっちは待ってくれそうにないからね。面倒ですね。フィオナもできるよ。引き返すわけにはいかない。当然の結果ですね。もっとお役に立てるように頑張ります。やったー。なせばなる、なさねばならぬ何事も。気持ちいい。フィオナちゃん、怪我はない？うん、平気。フィリーネお姉ちゃんは大丈夫？心配してくれてありがとう。私なら平気。よかった。しかし、なんで魔物がフィオナを狙ったりするんだ？たまたまということもありますが、もしそうだとすれば、何か理由があるのかもしれませんね。
あなたたち結構やるじゃない。正直助かったわ。ありがとう。ご謙遜を。あれくらいの魔物なら一人でもどうにかなったんじゃないのか。まあね、それは認める。でもこうはいかなかったでしょうね。手伝ってもらった恩もあるし。どう、私のところにちょっと寄っていかない？特別に私が便宜を図るから。こんなことめったにないわよ。本当ですか？ええ、これも何かの縁でしょうし。そいつは嬉しい申し出だが、魔物は倒した。お前の住む里へ立ち寄る理由はない。だよな。いやー、フィリーネちゃんとは俺との未来についてもっともっと語り合いたかったんだが、こんな大所帯で押しかけても迷惑だろうし、なんという無情。我が願いは一つ。ああ、神がいるならこの願いを叶えたまえ。それは残念ね。あなたとの未来はともかく、まだ魔物がいるとしたら？それが本当であれば、案内してもらわなければなりませんね。もっとも、このままあなたを返すつもりはありませんでしたが。ん？どういうこと？それは後でいいだろう。魔物がいるというのは本当なのか？ええ、今のところ被害らしい被害はないけど、無害な魔物と言ってもいいくらいにね。それでもあまり気持ちのいいものではないでしょ。行きますよ。その気になってくれて嬉しいわ。場所はイリア大森林を南に抜けて南西に行ったところよ。さあ行きましょう。珍しいですね、ジェイナスさんが女性からのお誘いで乗り気でないというのは。なことはないさ。少しばかり疲れていてね、ゆっくり休みたいと思っただけさ。さあさあ、置いてかれる前にキビキビ歩きますか。行こうぜ、バイス。ああ、以前倒した魔物と雰囲気は違ったが、同じように強い力を持っていた。だが倒した時あの感じはなかった。この差は一体。手加減は無用です。遅い。逃がっ。先に行き、待っている。はっ。はっ。一気に行くぞ。これでいいのかな。いいでしょう。やりすぎちゃったみたい。どう？どう？どう？おっしゃ、おっしゃ。えい！これってやっちゃっていいの？よかった。
オサ、ただいま戻りました。報告は聞いておる。フィリーネ、ご苦労だったな。皆様方もフィリーネを手伝ってくださったようで、アーリスタの民を代表してお礼をさせていただかなければなりませんな。それには及びません。私の目的とフィリーネの目的が同じだったというだけのことです。それより魔物はどこにいるのですか？そうでしたな。あなた方は魔物を買っておられるとか、たまたま森に出かけた里の者が見つけましてな。見張りを立てておりますが、暴れる様子もなくおとなしいもので、どうしたものかと思案していたところです。魔物はここより南東に進んだ先にあるゲルミナの森におります。案内はフィリーネに頼みたいのですが、よろしいですね？それは構いませんが、あなたは珍しい層をしておりますな。それにそちらの娘さんはもしや。おじいちゃん、エルフの人？フィオナはね、ハイエルフかもしれないんだって。でも、エルフとハイエルフの違いって何？これは簡単なようで難しい質問ですな。簡単に申し上げますと、我らエルフのご先祖様みたいなものです。ご先祖様？でもフィオナ、おじいちゃんのご先祖様だとおばあちゃんになっちゃうよ。そうですな。ですから簡単なようで難しいのです。しかし、まさか生きているうちにハイエルフの娘さんにお目にかかれるとは。長生きはするものですな。そうですか。では、これまで以上に長生きしたければ、私たちへの協力は惜しまないことです。可能な限り、協力はさせていただきましょう。フィリーネ、案内を頼んでもよいかな。オサの命とあれば。ふつつかなところのある娘ですが、腕は確かです。ぜひ役立ててくだされ。そうさせていただきましょう。では今日はこちらでお休みください。明日フィリーネに案内させましょう。オサ、お話が。彼らについてじゃな。はい、あのバイスというもの、セラの民かもしれません。ほう、なぜわかる？それは、剣を見ました。あれは魔気です。剣の巻といえば、私はセラの民が所有するあの剣しか知りません。なるほどな。セラの民とは、今も連絡が取れんということじゃ。あの魔力の放出、助かった者がおるとは思えんが。それは…森人といえば、気づいておるか。森人、もしくはその地に連なる者がおったことを。そしてあのイバという娘、
我らにはない異質な力を感じる。里を出る許可をいただけますか。そうじゃな、この辺りにもついにあのような力を持った魔物が現れるようになってしもうた。もはやこの世界に聖域などという場所は存在せぬのかもしれんな。いや、最初からこの世界に聖域などなかったのかもしれん。わしら無理人はあまりにも怠惰に生きてきてしもうた。そんなことはございません。我らには我らの役目があるのです。そう、役目がな。しかしそれが全てではないとしたら。そのようなことはございません。なるほど。お前にとってお前の目に映る世界が全てということか。ならば見極めてくるがよい。ありがとうございます。それではまた後ほど。まだ時が訪れるには早すぎる。しかしこれも定めなのかもしれんな。面倒ですね。大丈夫です。そこだ。遅い。先に行き、待っていてくれ。うん、そこだ。一気に行くぞ。戦いに終わりはない。なんで襲ってこない？まるでこちらを品定めして。まただ、これはいい。また突然。倒してみれ。やるしかないのか。遅い。倒れた。ごめんなさい、少しやりすぎちゃったみたい。どう？はっ、そこだ。これで。はっ、無駄です。一気に行くぞ。少しはお役に立てたでしょうか。
引き返すわけにはいかない。当然の結果ですね。もっとお役に立てるように頑張ります。なせばなる、なさねばならぬ。なに気持ちいい。何を起こっ…フィオナ…それな…ナイスさん…ああ…お兄ちゃん…おね…ごめん…フィオナが謝ることはない。フィオナ…本当に何でもないんだ。なあ、ううん、いいの。お兄ちゃんが元気なら。フィオナ、お前さんにもそんな表情ができるんだな。そっちの方がずっと男前だぜ。その様子ですと使命は果たせたみたいですね。そうかもしれないな。フィリーネさん、報告に戻りますか。そうね、もうここの見張りも必要なさそうだし、一緒に来てもらってもいい？いきなりですか。手加減は無用です。はっ、追撃をかける。先に行き、一気に行くぞ。これでいいのかな。わかりました。どう？ひどいよ。少しやりすぎちゃったみたい。やめてよ。これってやっちゃっていいの？ダメなの。戦いに終わりはない。この度のことといい、先日のことといい、お世話になってばかりですが、大したお礼もできませんが、これをお持ちくだされ。これはすでにお持ちかもしれませんが、古の秘術や戦いの教えが収められております書にございます。おさ、それは私どもが持つよりはあなた方が持たれる方がよろしいでしょう。世界にはこれと同じ書を集め、古の技を絶やさぬよう伝えている者もおります。もしお会いになったり、すでにお会いのようでしたら、教えを請うてみるのも良いかもしれませんな。これはとても貴重な書物ですね。大切に預からせていただきます。いろいろとお世話になりました。いえいえ、礼には及びません。この程度のこと
あなた方になさっていただいたことを思えば。そうですな、フィリーネ、どうかこの娘を皆さんのお役に立ててください。どういうことだ？フィリーネのことを見ていただいていればお分かりかもしれませんが、森人というのもこれでなかなか厄介なものでしてな、いろいろと決まりが多いものなのです。イリア大森林やこの場所を訪れる際にはフィリーネがいた方が何かと都合がよろしいでしょう。良いな、フィリーネ。承知しました。お姉ちゃん、一緒に来てくれるの？ええ、また一緒に遊びましょう。うん。許可も出たようですし、では遠慮なくこの娘はいただいていきましょう。一つ手間が省けたようですね。ところで、娘さんは優れた癒し手のようですが、癒しの技はどなたから学ばれましたかな？母に教えてもらいました。母は癒し手だったんです。と申されますと？もう何年も前のことです。魔物に襲われて、父はその前に同じように魔物から町の人を守ろうとして。申し訳ございません、辛い記憶を思い出させてしまいまして。いえ、いいです、気になさらないでください。昔のことですから。それに今はこうして皆さんもいますし。そうですか。あなたに神のご加護がありますように。皆さんにも、そしてフィリーネ、お前にもな。行ってまいります。気をつけてな。